皆さんこんにちは。デルタパスジャパンの奥田です。本日はこちらに群馬大学附属病院の鳥飼先生をお招きして、病院におけるスマートフォンの活用ということでいろいろお伺いしたいと思っています。鳥飼先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初に冒頭申し上げましたように、今日は医療機関における特に院内コミュニケーションのいろんな課題についてということでお伺いしたいと思います。具体的にはどういう部分が課題というふうにお感じになっていらっしゃいますでしょうか。現在 その医療現場における問題というのはですね、まずその医療の質が要はさらに高められなければいけないという状況にあって、さらにその労働者が少なくなってきたりとか、要はそのコミュニケーションにですね、大きな支障が出てくるというふうに考えています。例えばその我々ですね、救急患者を扱うときにはコミュニケーションをどうしてもその口語でやる必要があるんですけれども、その口語でやるということはですね、緊急であるということの状態はよくわかるんですけども、その時にその必要な情報の詳細を伝えるというのは非常に難しい課題になってきています。で、特にその医療が高度化してきますと、その扱う情報が非常に複雑になってきて、でかつ、それを適用しなければいけない場面もどんどん増えてくるわけですね。でこういった中でですね、医療が複雑になっていくということが、医療のインシデントを招くという悪循環をですね、招くというような危機にありまして、これを要は解決しなければいけないなというふうに感じています。なるほど。そういった中で先生はかなり早い段階から、特にスマートフォンに関していろいろこうご注目をされていて、このデバイスを使ってそういった課題にこう取り組んでいらっしゃいますけども、具体的に基因の中でいろいろこうそのスマートフォンを使う、そのまず目的とですね、それからお使いになってみてどのような効果が出たかという点について教えていただけますでしょうか。はい、スマートフォンはですね、2015年に導入をしまして、その時にはナースコールの呼び出しとですね、あとは院内通話を目的として、始めました。で当初はその院内だけでですね、閉じた通話をやるということに対して、要は、外からのプッシュ通知を使わないで、通知が可能な、プロトコルとして SIP というものがあるというところに着目をしてですね、開発の方を進めてきています。で具体的には、パニック値のですね、通知を、スマートフォンの上で行うと、このパニック値というのはその検査でですね、患者に、生命の危険が及ぶ場合に出てくる値なんですけれども、そういったことをですね、電話の通知とともに、要はワンプッシュでですね、その検査の数値まで、その場で確認できるというような形のですね、情報伝達というのを始めています。なるほど。でこの中で特に他の病院のインフラとですね、比較しまして、やはりそのスムーズな通話をやるためのインフラの整備というものもですね、合わせて行うということで、その通話の品質というのをですね、高めるというような開発も一緒にやってまいりました。なるほど。でさらにはですね、インターシステムズのアンサンブルという機能と併用しまして、他の部門システムからですね、来る通知というものをですね、汎用的に受けられるというようなですね、インターフェースを、合わせて、この SIP と接続するということがですね、大きな課題でして、その点についてはですね、現在でも、うまく作れているんじゃないかなというふうに思っています。なるほど。非常に有効に使えそうだなという感じを持つんですが、特にいろいろお試しになられて、これがよりこう利用が加速するための要素、こういったところがもうちょっと良くなればもっと使ってもらえるのにというようなことはどのようにお感じになられますか。現在そのどちらかといいますとタブレットとかスマートフォンというのは、情報を見るためのデバイスという、位置づけが強いんですけれども、これらをですね、変えるというのが大事だと思っています。具体的にはですね、例えば、メディカルスタッフがですね、出しましたリクエストに対して、例えば医師が承認通知を出すであるとか、ないしは、必要な、処置であるとか、よくあるオーダーと呼ばれているものなんですけど、こういったものをですね、スマートフォンの上から出すということができるようになればですね、
これまではそういったオーダーというのはすべて、電子カルテの上のですね、要はコンピューターの、パソコンの端末を使ってしか、実現できなかったものなんですけれども、そのどこでもですね、正確なオーダーが出せるというような方法はですね、その医療のワークフローというのをですね、変える上で非常に欠かせない技術で、そういったものをですね、実現したいなというふうに思います。なるほど。あのお話をお伺いしているといろんなところにこうスマートフォンが活用できるんじゃないかなというような感じをするんですけども、特にこの分野でもっとこう活用できるんじゃないかというようにご注目されているエリアというのはありますでしょうか。群馬大の中ではですね、今調剤をですね、IC タグを使って、調剤の状況を可視化するというのをですね、進めています。でこれは中長期的には、要は薬剤のトレーサビリティを、確保するという目的で行っていまして、そのスマートフォンというものがですね、そういったRFID 特にその IC タグの技術と結びつくことによってですね、物のトレーサビリティというのを確保する、医療の質をですね、高めつつ医療安全も高めていくというようなことをですね、デバイスの中では期待したいなというふうに思っています。非常にこう期待が持てそうな感じが私もしてまいりました。最後になりますけども、私どもそれからリード株式会社さん、先生からいろいろこうアドバイスをいただきながらいくつかのプロジェクトを進めておりますが、今後特にデルタパスにこういった部分期待したいんだというようなことがありましたらメッセージとしていただきたいと思います。リードさんとですね、デルタパスさんもう長く開発の方を進めていただいてますけれども、その医療で必要なイベントをですね、どのようにシステム化するとか、いう点に関してですね、高い技術を持ちで、非常に開発はですね、うまくいっているとありがたいなと思っております。で特にこれからですね、いろいろなその医療の部門システムと接続をしなければいけなかったり、ないしは例えばチャット機能に関してもですね、電子カルテとの接続をするという形で、よりその、電子入力というものをですね、医療者の動線に沿わせた形の機能というのをですね、開発していく必要がありまして、現在その市場でですね、よく使われているさまざまなアプリケーション機能がありますけれども、こういったものをその医療のどの部分に当てはめるのかという部分についてですね、今後もその機能開発が必要になりますので、ぜひご支援いただければというふうに考えております。はい、ありがとうございます。ぜひ我々も何かお力になれるように今後も頑張ってまいりたいと思います。先生今日は本当にどうもありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。群馬大学病院附属病院、鳥貝先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。